1998年10月26日日本シリーズ第6戦、9回表ワンアウトランナー二塁一塁、バッターはピンチヒッター金村、ピッチャーは大魔神佐々木。打ったセカンドゴー、セカンドノーズからショート石井拓人へ、一塁転送、6-4-3、4-6-3のダブルプレー、横浜ベイスターズ38年ぶりの日本一。あの光景が再び浜田さんによみがえります。ピッチャー佐々木、背番号